皆さん、こんばんは、マーティン。ラーのミヤクウボイ、キリングトクタケです。緊急事態宣言全く意味ないです。今の見たら、はい。解除しても増えんブばっかりでございます。私だったら、私が政府の立場だったら、どういう感じか、言います。確かに去年の1回目の緊急事態宣言、確かに休業も要請して、それは正しかったけど、なぜ、罰金を行わなかったか、そこが課題でございます。確かに、飲食店も罰金ありましたね、はい。 なぜ日本はロックダウンしないのかそこが問題でございます。問題なのは、はい。私だったら普通はロックダウンすべきです。私だったらです。政府の立場だったら、はい。ロックダウン必要です。緊急事態宣言、なぜ、不要不急の外出を行った人に罰金とか罰を与えないのかおかしすぎます。まあ、例えば不要不急の外出を行った場合、罰金取られる制度もありましたね、どこも。インドでは確かに腕立て伏せやりましたね。あの、罰として、はい。 不要不況外出行ったら罰とか尻叩たたきあったね。まあそうですね。警察もつきましたね。あの時は。はい。私だったら、まずは、外出はせず、まあなんだろう。ロックダウンする場合はまあか、ただフランスの場合はね、用事がある時はまあ、紙に書いて提出。ですね。日本はロックダウン全域ですべきだと思います。私だったらです。はい。ロックダウンしなきゃ意味ないです。 感染者は減りますがね、ロックダウンすればね。なぜ罰を与えないのかおかしすぎます、日本には、本当に。罰金が必要です。外出、不要不の外出を行った場合、罰金必要です。私だったら。もしくは、不要用,用事な、用事がある時の外出の場合は、短時間で済ます場、ために、まあ、え書、ー、いて、まあ、提出するですね。生活必需品以外は、すべて休業です。 なお、飲食はテイクアウトも OK にして、ただ、飲食せず、すべて休業が基本的です。お仕事の場合は仕方ありません。エッセンシャルワーカー、テレワークすべてです。あとはマスク着用義務化、私だったら、はい。おかしすぎます。はい。あとは、ま、10万円給付金は確かに正しかったけども、緊急事態宣言の時に出す場合、 協力金も確かに必要ですが、はい。あとは、ま、新型コロナワクチン遅かったです、確かに。もうちょっと早くすればいい話でございます、いろいろと。交渉して、はい。交渉力が足りなかったかと思います、私だったら、はい。見た感じでは。まあ、政府の考えが甘すぎます、私だったら、はい。後々考えてください、感染の場合。まあ、ロックダウンが基本的です、私だったら、まあ、はい。 日本全域、都市封鎖すべきです。私だったら、はい。考え方が甘すぎます。緊急事態宣言でもマンボでも全く効果がないと考えてください。いい加減、はい。分かってほしいです。そこまで、はい。まあ、あとはリモートマッチ、試合は、スポーツは正しいけども、中止が妥当です。延期が妥当です。中止延期は、スポーツの場合は。 あとは学校を急遽休校すべきと考えております。私だったら。なぜ求めないかは謎です。もしくはリ,リモートで授業も可能と考えてほしいです。Wi-Fi ない場合が大変だと思いますがね。はい。支援が必要だと思います。いろいろ支援すべきことは支援しましょうと言いたいです。私の意見では。というわけで、政府の対応の間違い、私が指摘しました。特別に。 まあ、私だったらの案でした。バイバイ。